最当日は、日本のヨットマン。東京都出身。ヨットでの単独世界一周レースの最高峰である、ボックチャレンジに3回出場、また地球を単独で8周搬送した記録を持つ。相手は、主典同時2よ。1973年にヨットをはじめ、鳥羽パールなどに出場した。1991年には、クルージングヨットを、 レース用に改造して、シドニーからニューポートまでの1万2000回りを単独公開した1998年から1999年の第6回アランド・アローンレースの終了時の表彰式では、欧米のヨット界からスピリット・オブ・アラウンド・アローンの称号を与えられた。2004年には単独ヨット世界一周7回目を達成。 2004年10月から2005年6月にかけて世界最高年齢71歳での単独一周合会に成功。レース参加のための開校を含めると、それまでに総計で地球を6周したこととなった。2008年9月から2011年9月には、8度目の単独世界一周に成功。77歳で横浜港に帰還した。ありがとうございます。